はるみさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済デビューするなら今がお得なキャンペーンということで、今回は PayPay と楽天 Pay、そして D 払いを初めて使われる方向けのキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。ということで早速 PayPay からなんですけども、PayPay は7月の31日まで登録をしたら500円相当の PayPay ボーナスをもらえるんですけども、なんとですね、8月の1日以降に銀行口座を登録完了後になんと1000円相当のボーナスがもらえるようになってます。気をつけてほしいのは、8月1日以降に新規登録を行って、新規登録をして、1週間以内に銀行口座の登録を完了する必要があるのでお気をつけください。もしですね、8月から PayPay デビューをされる場合は、8月のワクワク PayPay というスーパー飲食店、そして今回はコンビニを含めて 10% から 20% の還元を受けることができるキャンペーンも開始されるので、まあそのタイミングで8月から始めてみるのもいいのではないのかなと思います。あとは横浜の中華街でもキャンペーンが始まりますね。次に楽天 Pay ですね。楽天 Pay はこちらのキャンペーンですね。楽天 Pay を使ったことがない方限定合計800ポイントプレゼントということで、まあちょっとした条件がありまして、ちょっと下にも記載があるように対象のコンビニで500円以上のお支払いをしたら400ポイントがもらえて、そして対象のドラッグストアで合計500円以上のお支払いで400ポイントがもらえるということですね。で、対象のコンビニはローソンやファミリーマート、ミニストップ、そして対象のドラッグストアはウェルシアや杉薬局とかですね。少しまとめると、期間は7月の1日から8月の1日まで。そして対象となるのはコンビニやドラッグストア。ポイントの申請日は9月の末日頃。で、もらえるポイントは期間限定ポイント。で、必ずこのキャンペーンに参加にするためには、必ずエントリーが必須となってますのでお気をつけください。そして最後に D 払いですね。こちらは初めてのご利用設定&お支払いで300円分の D ポイントが還元されるということですね。期間はすでにもう始まってまして、8月の31日まで。で、このちょっとした内訳として、最初の利用設定で100ポイントがもらえて、そして初めてのお支払い、発生した月のご利用金額の総額1000円以上を達成したら200ポイントがもらえるようになってます。なので、この2つを合わせて300ポイントということですね。そして、ポイントの申請日なんですけども、7月からスタートした場合は8月にもらえて、8月からスタートした場合は9月に申請されるということになってます。そして現在 D 払いではこちらの 20% D ポイント還元のキャンペーンが今月いっぱい絶賛開催中なので、ぜひですねチェックしてみてください。ということで今回は PayPay、楽天 Pay、そして D 払いの初回特典のキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。スマホ決済のデビューをするなら、まあこのようなキャンペーンを絡めてうまく使うのもいいのではないのかなというふうに思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。